おはようございます。はい、ということで今日から僕の1週間を撮影していこうと思います。眠すぎ。おはよう。おはようございます。よし、大阪の就活生を内定までサポートしようっていうことで。ああ、それか。はい、よし、東京着いた。私、引き継がれてると思ってたから、ランチを今から食べます。今から眉毛カット屋さんに行こうと思います。メンバーの子から眉毛それってめちゃくちゃ言われてるので、眉毛専門のカット屋さんに行きます。でもだいぶ太いですね、これ。どんぐらい変わるのかっていうことですよね。おー、変わりましたね。いい感じです、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。うん、あ、綺麗、意外と。配送されてるんですね。ここにデスクとか置いてって感じです。そうですね。すごい、今の3倍ぐらいでかい。でかい、でかいね。じゃあお風呂とか見てもらって。すいません。箱の感じがユニットバスだから、そう、一緒になっててもタイル張りで広く使ってます。広くとか。ああ、カーテンとかお酒とか。そうですね。ですかね。あ、そうそうそうですね。はい。え、どう思う、タブ。いいと思うよ。いいと思う。これやっぱ邪魔だと思う。お疲れ様でした。ここのオフィスは9時半に終わっちゃうので、ラノアールに移動しようと思います。今ゼミの先生から怒りの LINE が来まして、ゼミの課題があるのを忘れてて、今日中に必ず送るように、シェンは提出物を今まで一度も提出していません。会社経営は言い訳になりませんよ。その前から一度も提出してないんだから。この調子では卒業など到底無理です。絶対にちゃんと真面目に考えて提出してくださいって来たんですよね。自分が悪い。あと1時間半しかない今日。考えるか。汚い。仕事お疲れ様です。お疲れ様です。ということで今から僕たちの行きつけのご飯屋さんに行こうと思います。Let's go。 いや、シュンさ、朝6時半にアラーム鳴らすのマジやめてほしいんだけど、あれ。なんで？マジうるせえんだけど、あれ。結局今日9時に起きたよ。確かにね。朝活するつもりなんだろうけど。いや、絶対無理。俺は秋葉ブログ先になるから。絶対無理。でも高校の時はね、金沢の街を通学路で一緒に歩いてたのにね。今はもう新宿ですよ。いや、クソデブかよ。我慢しよう。我慢するか。うん。我慢だ。なんて美味しそうなんだ。はい、ということでですね、先月から入社してくれた子と今一緒に住んでるんですけど、その子が高校からの同級生なんですよね。で、僕と1ヶ月働いてみて出てきた不満とか、僕の嫌いなところを今日は話してもらいたいなっていうふうに思ってます。よろしくお願いします。はい、まず1つ目、真夜中に動画を回し始めること。はい、どういう神経してるんですかね。2つ目、朝アラームを鳴らし続けて起きないこと。確かにね。はい、3つ目、飲みかけのペットボトルを机の上に置き続けること。4つ目、地面に物を置きまくること。確かに、ね、コンセントとかめっちゃ散らかってんじゃん、ケーブルとか。責任感の欠如かな。いや5つ目、他人のものを借りパクすること。あ、今シェアオフィス借りてるんですけど、そこで貸し出してるやつを返すの忘れてたりとか結構あるんですよ。まあ部屋汚いよね、普通に。だいぶ綺麗になったよね、タブが入ってから。そう、俺が綺麗にしたからね。カバン汚いでしょ。予想よりひどかった。別に予想は超えてない。よかったよかった。あ、主語はあんまりないこと。俺話すことすぐ変わるしね、最近気をつけてる。それはあの、話変わるけどいいって聞いてる毎回。ああ、素晴らしい。まあ生活リズムが若干違うからね。夜型であり朝型なんだよね俺。でもそんなにあの嫌いなとこなくてよかったわ。じゃあいいところは。いや、まあたまに奢ってくれるのとかめっちゃ助かるけど。金かよ。まあ底なしに明るいことじゃない。
それめっちゃポジティブだしね。失敗を恐れずに挑戦できるマインドじゃない？自己肯定感高いところとか。ポジティブじゃん。バカだよ。あ、もうやりきる力とかめっちゃあるんじゃない？ああ、しつこいからね俺。そうね。我が強いよね。確かに。いいね、主張強い。ストレングスファインダー、自我一番最初に来るから。大体人に優しいよね。常に元気だなと思ってる。立ち直り早いからね。あ、でも家庭を大事にしてることとかめっちゃいいんじゃない？おばあちゃんだったり、ね、ご両親もそうだと思うけど、すごい仲いいじゃない。根っからいいやつなんだなってのはあるかもしれないね。確かに。いや、自己肯定感上がった。自己肯定感上がったわ、ありがとう。それ男やな。はよ。最後は。うまいね。はい、ということで今撮影が終わりました。長時間の撮影ありがとうございました。皆さんお疲れ様です。お疲れ様でした。はい、ということで初めまして、あのよろしくお願いします。なんかこういう経験を通じて成長したい的なコメントもいただいていいですか？はい、全体的に変えたら最強になれるってこと？ただ変えるだけじゃダメだけど、基本的にワンコーデしかしないから、一回変えたらだいぶ変わるってことよね。あ、そのワンコーデしかしないからっていう誇りを捨てた方がいい。え、なんでワンコーデしかしない？めんどくさいじゃん、選ぶの。うん、ワンパターンでちゃんとしたものをずっと着るっていうのでもいいでしょ、別に。この中変えたら結構いけるよね、もう。まあ丈がね、なんか気になるかも、ね、中は別にいいんじゃない？外はすごい。これ？うん、まあ、丈短くするとかかな。じゃあ一新しなきゃいけないって。モノトーン合ってねえぞ。え、それ晩ご飯しよう。デザート。え、デザートやめるんじゃなかった？そんなこと言ったっけ。やめた方がいいよ、お腹。今日高屋行ってきたんだよね。ああ、デブだな。何食べたでしょう？アンカー系チャーハン。まあ、これ、いやいや、言うたよ俺。いや、答え俺。爆弾炒め、あの辛いやつ。あ、あれね、美味しかった。餃子6個デブじゃん。とまた続くんだ。豚骨ラーメン。嘘、やっば。昼ご飯食べてないもん今日。いや、そこ。ね、100円ローソン目の前にあったから、うん、カロリー低いヨーグルトと。いや、でもそれアイスで取ったら意味ないじゃん。プラマイゼロだよ。中和。いやいや、中和じゃプラマイゼロしたらダメだよ。あなた痩せなきゃいけないから。これ美味しくない？でも美味しい。それは昔いっぱい食べてた。いやいや、どうぞ食べて。太るけどね。明後日すらじゃあ、うん、ヨガ行くから。そうだね、体調気遣ってんだね、まあ、断食以来気遣ってるんすよ、結構。でも気遣わん、断食の後ってもうなんかご飯一食抜いても大丈夫かなっていう気持ちにならん？いや、でも晩ご飯にいっぱい食べたら意味ないじゃん。そうなんすよ、楽しみだよね、やっぱり食って。なんだかんだ幸せだよね。もデブじゃん。さっき中地とすごいシュンの悪口言ってたんだけど、シュンってほんと人のこと気遣えないよねって言ってて、例えばここら辺全部汚したまま行ったじゃん、このペットボトルの飲みかけとかさ。そういうのどう思ってらっしゃるんですか、あなた？確かにね、うん、やっぱそういうところのチリツモだねって長州言ってた、俺と一緒に。改善します。頑張りましょう。うん、じゃあ留学行けんないね、まなみ。またかけるわ、ばあちゃん。よろしく言っといて。わかったよ。はーい、おやすみ。オッケー、お疲れお疲れ、乾杯。しみるね、しみるね。2番目に好きなカマンベールチーズをいただきます。世界で一番うまい。これは僕が世界で一番うまいと思ってる食べ物です。うまっ。頬張りすぎだろ。取るな。ま、はい、ということで、僕はこんな感じで1週間を過ごしています。まあ、結構怠けることとか欲望に負けることも多いんですけども、今の自分たちの目標とか夢に向かって引き続き頑張っていこうというふうに思ってます。需要があるか分かんないんですけど、この1週間密着動画を好評だったらまた出していきたいと思うので、よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ということでありがとうございました。